ザス計画は、コカ・コーラが1985年に一度だけ、その味を改革した試み。ことの発端は、1970年代に起こった、ペプシコーラのブラインドテストコマーシャルだった。この企画は、ペプシチャレンジと呼ばれ、テキサス州を最初に全米を飲み比べて回った。大半の人がペプシを選び、実際にコカ・コーラ社内で実験したところ、 コカ・コーラの社員でさえペプシを指し示すというありさまに、ロベルト・ゴイズ・エタ会長を中心とする経営陣が味の改革を決断した。ペプシコーラはコカ・コーラよりも甘みと爽やかさが強いとされており、新しいコカ・コーラは旧来のものよりも甘み、爽快感を強めたものとして開発されていった。合わせて好感触を得られるように市場テストも繰り返しいった。 1985年4月23日、新しい味になったコカ・コーラは、コークの初体も一新し、アメリカ合衆国とカナダにて、ニューコークという名で、代々的なキャンペーンと共に登場した。しかし、新旧の味を併売せずに全て新しいフレーバーに入れ替えたため、消費者から、昔の味を返せと抗議が殺到。わずか3ヶ月後の同年7月11日には、 元の味のコカ・コーラがコカ・コーラクラシックとして再発売される結果となった。この時ペプシはスーパーの売り上げでコカ・コーラを抜いた。それに合わせ旧コカ・コーラに味の近いサバンナ・コーラの開発が行われていたが、原材料の問題から発売されずに終わっている。その後、ニューコークは多くの市場から姿を消したが、人気のあったアメリカの一部地域では、 販売が継続され、1992年にはコーク通に解消し、2002年7月まで販売されていた。なお、ニューコークの販売終了後も、コカ・コーラクラシックの名称はそのままとなっていたが、2007年4月にカナダにおいて元の名称であるコカ・コーラに変更され、他の地域でも順次変更された。ただし、一部の地域では現在も、 コカ・コーラクラシックの名称を継続使用している。日本コカ・コーラが2013年より販売開始したソウ・タケミチャスッキリブレンドは本計画の教訓から新旧の味を併売した上でソウ・タケミチャ国民投票を実施し同年5月20日の結果発表でソウ・タケミチャスッキリブレンドがより多くの支持を集めたことをもって正式に発売している。二つのソウ・タケミチャ 新製品戦略も A、B スプリットの時代。ありがとうございます。